皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、こちらの車椅子を紹介していこうと思うんですけど、ペースさんのツイッターでバズった車椅子なんですが、ドイツのプロアクティブ社のリフトという車椅子になります。こちらはなんとこの座面が上がるんです上がって、要は普段私たちって高いところに手が届かないんですね。でも座面が上がれば、まあ、高さが、自分の高さっていうのが上がるので、普段届かないような高さのところでも手が届く、まあ、立った時までに行くかどうかっていうのはちょっとわからないんですが、手が届くようになるっていうような車椅子になります。で、実際今回こちらフェンスさんからデモでお借りして、普段私がこう家の中で生活する中でどれだけ本当に使えるのかっていうのをちょっと実際試していこうかなと思います。まあ、使った後にですね、またこちらの詳しい仕様というか、まあ、今いただいている情報をちょっとお話ししていければなと思います。じゃあ実際使ってみましょう。はい、じゃあまず乗り移ってみました。こんな感じで、まあ、ちょっとサイズ感とタイヤがね、あのデモ機なのでめちゃくちゃしっくり合ってるわけではないんですが、こんな感じですね。はい、こんな感じで、一応こちら背シートがちょっとオプションになって変わってるもので、本来は普通の布バージョンですね。こちらちょっとちょっと固めのハードの方に変わってるので、こちら本当はオプションじゃなければ布クッションになります。はい、こんな感じ で、まずブレーキがここの手元にあるんです。ここ手元、ここにあるんです。ここでブレーキをかけて、レバーは片方だけです。右側だけにあって、握ります。握ってプッシュアップ、うわー、こんな感じですね。で、背もたれも一緒にちゃんと上がってくるので、そんなに私の体感レベルでは怖いなっていう感じではありません。で、またこれをこう下げてっていう感じになります。はい、じゃあまず台所、キッチンに行ってみますかね。よいしょ。はい、じゃあまず大キッチンに来ました。普段はこういう高さで行っています。で、上のこの棚に手が届く、こっちは届くけど、まあその出し入れするっていうことはできないし、換気扇のスイッチがここにあるんですけど、それも届きません。じゃあ届くのかやってみたいと思います。届くかな、いきます。届きます。換気扇のスイッチが、イエー、はい、ここまで上がって箱をフリーフリー、ウェーイ、はい、下がります。真上からやっぱ見ると、あ、汚れあるなとか、それこそ鏡拭くのとかすごい楽になる。これだと高いところまでも手届くし。なるほどね、下がります。はいはい、はい、とまあこんな感じで、ね、実際使ってみて、やっぱり普段届かない換気扇であったり、あとは台所の棚、上の棚であったり、自分で取って出せるっていうことっていうのは、すごいやっぱ生活する中で少しね、暮らしやすくなるんじゃないかなと正直思いました。これを使ってる方々で多いのが、普段そういうちょっと高めの、高く手をこう伸ばさなきゃいけないようなお仕事をされてる方、まあ、例えば先生ですね、黒板に字を書くときにとかっていう風なので使われたり
しています。サイズ感的にはこういう感じで、今ちょっと自分に合ってるサイズのものではないんですが、やっぱ普通の手動の車椅子よりは大きいので、普段用で乗るっていうのは正直難しいのかなと思います。家用で乗るとか、そういう仕事場だけで乗り換えて乗るっていう方が実用的なんじゃないかなと思います。でまた対象車なんですが、動画で見てもらったようにここのレバーを握れて、そしてプッシュアップできる方じゃないとちょっと正直使うのは難しいかなと思います。でそのプッシュアップをした分だけでしかお尻が上がらないので、プッシュアップっていう行為はできるんだけど、そこまで高さが上げれないっていう方に関してはちょっと高さ分が少なくなるのかなと思いました。であと値段なんですけども、97万8000円からという、やっぱりなかなか高いお値段からのスタートになっています。でまた普通の補助というのが適用になるのがめちゃくちゃ難しいということです。本当にだから仕事で絶対に必要なんだっていうくらいじゃないと、もう家庭用では降りないっていうのが今の現状らしいので、ちょっと手に取ることっていうのが壁はあるんですが、それこそ仕事で悩んでたり家庭でちょっとこういうの使いたいよっていう方はね、実際まず使ってみて、まず使えるのかどうかっていうのをテレヨシさんでデモできるそうなので、デモしてみて使ってほしいなと思いました。はい、でもこんな感じでやっぱり普段届かないところに手が届くっていうのはすごく嬉しいことなので、こういう進化した車椅子っていうんですか、家用だけでもいいですし、進化した車椅子っていうのがもっと手軽に自分らの手元に届くような環境があったら嬉しいななんて正直思いました。ということで今回はテレフさんで扱っているドイツのプロアクティブ車のリフトを使ってみたという動画でした。はい、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。